勲章式立て式献血百回廃式日本赤十字社金色友好賞とは、日本赤十字社が永年にわたり、赤十字奉仕活動に従事した者、高額な写真の拠出者、寄付者、及び献血に貢献した者などを対象に授与する、基礎のことである。勲章式と立て式、媒式の3種類がある。なお、会の基礎に、日本赤十字社銀色友好賞がある。 日本赤十字社金色有好賞の始まりは、明治18年に日本赤十字社の表彰制度として定められた勲章式の記章であり、同社においては今日に至るまで最高位の表彰である。同社は日本赤十字社法第7条に基づき定款を定めているが、金色有好賞は日本赤十字社定款第17条並びに第18条にて、奉仕活動、寄付、 献血等の貢献によりこれを授与している。金色有効賞の贈呈基準としては、赤十字奉仕団等の活動による場合は、20年以上従事した者に、勲章式の賞、略称及び賞記を授与される。寄付による場合は50万円以上の写氏の拠出者、寄付者がその対象となり、個人の場合は、勲章式の賞、略称及び章期を、法人、団体の場合は、 縦式を授与される。また、赤十字法師団の団員として、永年奉仕した者に対して授与される、金色有効賞も縦式である。また、名誉社員の称号を受けた者に名誉社員賞とともに、金色有効賞が贈られる。献血による場合は、100回以上献血した者に、廃式の賞及び、はがき台の感謝状が授与される。なお、過去には、 献血功労者にも縦式のもの、功労立てが授与されていたことがある。100回目以降50回ごとに、飾り線が1本ずつ追加されたものが授与された。日本赤十字社法2本、赤十字社定款2本、赤十字社有効証社印証等増与規則2本、赤十字社献血者検証規定、表彰制度、ありがとうございます。